半目洋先生です。11月の5日月曜日ですね。バイナリーオプションの方は10時45分24秒にシグナルが出まして、ユーロ JPI ですね、これが倍で出てきまして、勝ちました。左上になりますけどね。シグナルの方の分析は一つの通貨しか出てません。で、こちらが FX ですね。こちらの方は、バイナリーオプションの方はね、ちょっと待って、日がこういう日にちですね。で、ハイアンドローのね、1本だけシグナルが出ました。先週は、1000円だけでの何回も投資してね、50回ぐらいか、100回いかなかったですね。50回ぐらいだとはいかないか、30回ぐらいかな。して、1本勝ち越したという感じですね。で、今度設定をちょっと調整しましてね。で、これデモですね。ライブでは自動売買禁止です。注意ください。ライブ投資では手入力となります。で、こちらの方を、まあ、バイナリーオプションは調子良くなったら億万長者なんでね。心配しないでください。で、これがね、シグナルなんだけど、さっき言ったように、差し値、ここに設定しちゃいけないんです。ボコーンと上がることがあるんだね。上に差し値は、売りでやっちゃいけないんです。ビューンと上がって、いっぺんでおしまいになるんですね。たまにこう、チャンチャンって出るわけです。ね、上に。上がるわけですね。これなんかもビューンと上がってるわけですね。で、一挙に資産なくします。ね。ですから、差し値はね、絶対やっちゃいけない。こういうのですね。ここで差し値ね、こうやって設定しますでしょ。これやっちゃいけないんですね。これ、やっちゃいけないです。やるんだったら、この場合はこっちね。逆ですね。逆にね。買いの方なんですね。この上に置いとくのは。ビョーンと上がることがあるんでね。とね、勢いつけてきちゃいますから、そういう時に。で、必ず起きるんだね、FX ってのはね。だから、もう自分で見るしかないんです。ここにだからアラートをね、こうアラートをつけてるわけですね。アラートで通知するようにね。こうなんですけどね。アラートでやる。で、自動でこうでね、売りにするのは危険なんですね。怠けてるということもあるわけですね。いつも監視してないんだからね。これ、ピャーと上がることあるんです、必ず。そのために、来た時だけね、行った時に自分で考えなさいと言って、その上がり具合でもうありますからね。上がり具合がね、ピャーンと来るときは、こう来ちゃって、取引しないんですね。だからそういうためですね。猫はね、昨日悪さして、まだ、教育してなかったんで、僕のベッドに入り込んできたんで、汚いんで、まだ野良猫だったんでね。で、子供だったんで、ペットにしたんだけども、昨日ちょっと追い出してね、餌だけやっといて、やったんでね。で、また今日入れました。別の部屋にね、こっちの部屋はダメだよという、教えないといけないんで。そういうことですね。今日のバイナリーオプション1本目勝ちました。これが常時いつも1000円でも2000円でも3000円でも週に稼げればね、私は億万長者です。で、FX の投資ですね。私は FX の方はまだちょっとね、の方が稼ぎが多くなるんでね、やってるんで、難しいですね、FX はね。両方とも難しいですね。
で、このように勝率が64%で22回通して4戦ね、ライン中ですね。4戦時間前から。というふうな分析でちゃんと勝てるかどうかですね。あと平均ピップスが0.12なんですよ。だからシグナル通りでやったら今ではそうだったということなんで、今後は分かんないんで、やってもほんのちょびっとの利益だと思います。この通りやってね。だから注意してください。これ平均ピップスね、ちゃんと出てんですね。だから FX は、ただこれ、稼ぎが多いでしょ。無制限だからほぼ100億円ぐらいも投資できますからね。こういう正確なシグナルね、こっちも出てるわけですね。これは勝率60%で0.11ピップスっていうことですね。123高い。110ぐらいですか、ストップリミットで。ね、100ぐらい平均稼いでるってことですね。平均で100だから、じゃあ100にしとかないといけないですね、これね。このストップとリミットね。今だけども、ただ逆に来るんで困るんだけどね。これ1、2、3だね。これ100にしないといけないんだね。リミットね。平均でそういうですから。ね。100、100にできるんだけど、逆にいっちゃうことあるんだよね。だから、本当に1対1でやらないといけないんですよ。1、2とかいうのはあんまり良くないの。ね。ということで、ちょっと、検討中です。平均でしょ。これは120だからね。これは160でしょ。このシグナルのね、平均利益って。